塩峰小野立公園塩峰小野立記念祭は、長野県の塩尻峠にある塩峰小野立公園で行われる祭り。明治天皇が1880年6月に、昭和天皇が1947年10月に、それぞれ塩尻峠を巡行したことを記念するもの。日本一短い祭りと言われている。塩尻峠は、かつての中仙道が通っており、 諏訪平と松本平をつないでいる。現在の国道20号は標高1000メートル付近で峠を越えているが、1889年以前の旧中線道は国道20号よりも北寄りの1055メートル地点を通っていた。1880年6月24日に明治天皇が巡行の際に旧塩尻峠に立ち寄っており、旧峠付近は 塩峰小野立公園として展望台などが整備されている。この展望台からは、諏訪子や富士山、南アルプス、八ヶ岳連峰を望み、野鳥も多いことから、日本の音風景百選にも選出されている。旧峠は、現在の岡谷市と潮尻市の市境にあたっており、漁師では関係者の交流のために、年に2回、塩峰小野立記念祭を行っている。 この祭礼は1915年に旧峠に明治天皇の巡行記念碑を設置した時から行われているもので春は6月24日の明治天皇巡行日に合わせて行われ岡谷市が担当する1947年10月14日には昭和天皇がここに立ち寄っておりこれを記念した秋の祭りは塩尻市が主催する祭りは 明治天皇が訪れた時間に合わせて午前10時に一礼するしきたりになっている。漁師の職員、議員、商工会関係者、住民などが並んで、記念碑の前で一度、礼頭を下げると、祭りは終わる。平成27年、平成28年の祭礼は春秋とも20秒で、終わり、日本一短い祭りとされている。終了後は、 周辺で参加者の懇親会が開かれている。整列一同、霊界さん、ありがとうございます。